はい、おはようございます。今日はちょっと体調悪いんですけど、日曜日5月16日日曜日ハンティントンビーチに来ています。今日もペニーのコインを集めます。今日はハンティントンビーチとロングビーチに行こうと思ってます。ではまた。はい、ハンティントンビーチこのような感じです。向こうの黒人がマリファナ捨ててめっちゃ臭いです。今日はなんか自転車のイベントがあるのかわからないですが、こんな感じになってます。多分ここにあるね。もうありそうな匂いプンプンするね。あれがあるってことあるでしょ。あれがあるとか、ね、あれがあるってことあるね。はいはい、ありましたよ。こいつがあるってことは恒例のね、このなんか占い、この占いマシンがあるってことはここにあるんですね。ありましたね。はいはい、ありました。はい、お昼ご飯はこの、ギロ屋さんで、ギロです。これハバネロっしょ。いいんじゃない、ちょうどうまそうだね。はい、ロングビーチの、ショアラインビレッジというところに着きました。あそこもありそうだな。わ、占いあるじゃん。占いあそこにもありそうだな。でも、あ、ここにもあるじゃん。2つ見つけたじゃん。あそこにもある。やりました。お、これ誰が入れたの。なんかあそこに似てるのはベニスビーチのマリーナにちょっと似てるかな。ベイサイドマリーナみたいな感じだね。バードっぽいの置いてありますね。マリーナになってるのね。基本マリーナなんだね。鍵がつけてあるけど、なんだろう、ラブロックス。え、ラブロックス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 。魚いる。あ、本当だ、すげえいっぱいいる。あそこに灯台みたいなのがあるね。こんな感じなんだ。面白いね。はいはいはい、ビーフジャーキーの店がすごいです。お、なんだこれ、なにこれ、これ何、リンゴだこれ、リンゴ飴、リンゴにこんだけつけてるからでかいんだ。中身はただのリンゴなんだ。お、なんかかき氷うまそうだな。 4.7 高いね。基本物価が高いよね。もうビリヤード台あるじゃん。スーベニアペニーコレクションはもうあれで終わりかな。なんかいいニュースな。いいニュースぞ。人多いね。みんな結構ワクチン打ってるからもうマスク、一応カリフォルニア州はもうみんなマスク、ワクチン打った人は外でマスクしなくていいというふうにはなってるんですけど、なんかワッフルのアイスうまそうだな。食いてえな。向こう側のところが多分スーベニアペニーコレクションがあるところなんだよね。向こうまで渡るとちょっと遠いね。歩いていくとシュガーダリーズ、何やお菓子屋。赤い人、あれなんかこの間いたね。なんかめっちゃ匂いが強い人でしょ。あのきついきつい匂いの破壊ドラえもんね、いたね。パーカーズライトハウス、これぐらいですかね。はい、ではこのアイスクリーム&フローズンヨーグルト、ここでちょっとアイスクリーム買ってみたいと思います。ワッフルコーンあるね。あ、レギュラーワッフルとラージワッフル。レギュラーワッフルでいいね。俺呼ばれた。はい、ケネギラーレギュラーワッフル。 This one ケネギラーストロベリー。 Yeah paying for your second scoop? Yeah, vanilla. Yeah, that's it. That's all? Yeah. あー、そうだね。